暗すぎ。草。おはようございます。眠いです。寝て起きて配信してます。おはよう。今日はね、ちゃんとね、起きてます。寝てます。お布団の中です。眠い。さっき起きたのよ。かわいい演出だね。かわいいか。ほんまかいな。かわいい？何がどうなったかって？いや、何もないんですよ。まぴちゃんは、たまたま、あ、まあ、隠れんぼと思ったらいいのかな。違うよ。寝て、昨日の夜寝るじゃないですか。で、起きるじゃないですか。寝て、起きるじゃないですか。で、なんかわかんないけど、このまま寝て、配信をしようってなって、今、なってるんだよね。だから子供、めっちゃ子供の喋り方してるね。だからやばすぎ。いや違うお家なんだけど、かくれんぼではなくお家なんだけどみたいな。ちゃんとね、外明るい。そう配信終わったら寝る予定はない。もう配信終わったら起きて準備する。子供なんだけどね。寝ちゃダメよ。隠れて。そう、このアピちゃんです。おはよう。チラミです。ありがとうございます。チラミでも嬉しい。ハピの配信に来てくださってありがとう。初見さん、ディーナウトさん、花束ありがとうございます。ハピです。よろしくお願いします。14歳です。中学2年生です。こちらのフォローボタンポチってよろしくお願いします。寝相いい。いや、私基本的に寝相いいですよ。寝相悪いみたいに言われたら困る。寝癖がつくときはね、たまにあるけど、寝相はいいですよ。寝相はいいんだ。だから寝相が悪いなんてことはないんだ。そう、寝てるの寝室にもう一人いるんだけどさ、何をやってるのさっきから。やばい。そんな、あなたはさっきから何をやってるんだい。寝相本当だよ。
映像いいよ。枕あるよ。ママはね、違う部屋いる。布団出るよ。今日はね、正月。確かに、かくれんぼがすごいね。うぃ。いい子だよ。私たち姉妹は、いい子な時しかないですよ。悪い子の時はないんです。同じ布団じゃないけど、違う布団だけど、そう、いるの。基本的に目がさ、ぼーっとしてるからさ、目力をさ、ちゃんとよくしたいよね。前髪なくて死んだ。寝てるとマジ前髪ない。なんかある写真はあるんだけど、ガンガイコのぴがねだと幸せだと思う。幸せじゃない？こんなに優しい姉ちゃんいないって言われるよ。こんなにも優しい姉はいないって言われるよ。あ、マジマジ、本当に。なんかね、って言われるから、人から言われるんです。そう、他人から。やっぱね、何でも優しくしちゃうよね。ねえ。もピン優しいもんね。どこにいるの？待って、なんか優しくないみたいな。失礼すぎない？みんな、みんな失礼すぎない？なおさん、ありがとうございます。なんか今ね、どっか行った、イモピいるんだけど、どっか行った。え、本当に、だってマジね、なんかね、多分ね、日頃の行いを見てないからね、優しくないとか思う。私は基本的にイモピにはめちゃめちゃ優しくしてるので、そう、亡霊やばい。キサッシさんかな？亡霊って死ぬんだけど、亡霊なの、キサッシさんって。ありがとう、だるまさん。優しいと思うな。その日頃のイモピへの対応を見てないから、みんな怖いとか言っちゃうんだよ。あのね、なんだろう、別にね、本当にイモピに対して怒ったことってないんですよ。実際怒ったのって1回ぐらいなんですよ、ちゃんと。あと怒る人じゃないから、そう、怒ったことがないのよ。そう、これね、ほぼね、あれ、日差しみたいな。この部屋今日差しでできてるから、嘘嘘。宿題はね、見てあげるとすごく怒られるので、逆に見てないんですけど、別にお菓子とかプリンとか食べられても怒んない。いや、怒る必要ないじゃない。あのね、他のルームに見に行った人、ファンの方にはピシだけどね。それでね、そう、見てあげるとね、怒られるからね、見ない。余計なことされると、ね、怒るから
なるべくしないという状況ですか。大人寝てる状況です。余計なことはせず、何もピカしてほしいこととかそういうのはなるべくする。別にいいよ、お菓子とかね、何でも食べていいんだけど、やっぱね、自分が楽しみにしてた飴とかはね、何回も取られるけど、まあ別にいいかなって。ひみぴが食べたいならそれでいい。うん、怒んない怒んない。うん、そう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 、やっぱね、自分でそのやりたいっていう気持ちもあったりするから、わかんないって言われたら教えたりはするけど、一応ね。でもね、やっぱね、芋ピから嫌われるんだよね。なんでだろう、こんなにも優しくしてるのに。目が笑ってない、やばい、嘘。目が笑ってない、嘘、マジ。私さ、目が死んでるって言われるんだけど、何、あのぼーっとしてるからかな、あの、ね、目が笑ってない。それはね、たまに言われるわ。避けられる避けられる、こんなのめちゃめちゃどんなに優しくしても避けられるから悲しい。ね、最近その今ピがいい時は仲良くしてくれたりするけど、でもね、私もね、今ピはねちょっと怖いですね。でもね、なるべくね優しくするよ。うん、暗くて見えない、嘘、こんな感じ。今ピはいつでも反抗期ですよ。そう、あのね、かっこいい曲とかがね結構多いから、そう、かっこいい曲が多いからね、あれなんよね、真顔とかがね、真顔というより、あの、あとちょっと微笑みあのこっちのっていう微笑みがね多かったりするんですよ。亀子とかも、そう、かっこいい曲とかだと口をねつぐんでる時とか、まあ、美しかわいいので、まあ、全然平気なんですけど、なんか可愛い曲もさ、めちゃめちゃやってみたいっていうのもあるから、そう、かっこいい曲だけじゃなくて、そうなのよ。だからね、めっちゃめちゃ可愛い曲をね一回やってみたいよね。あのアイドルとか、アイドルなんて呼ばないでとか、ね、僕の恋の予感公演だと隣のバナナとかめっちゃ可愛いじゃないですか。隣のバナナは甘すぎるっていうやつ、あれやりたい。うん、大好き、天国のキス、もう松田聖子さんの曲がね大好きなんですよ。スイートメモリーズとか、そう、天国のキスと、あと赤いスイートビーとか、それはアザミだよ、アザミ、アザミ、そうそう、そういうのやってみたい。なんか、かっこいい系がね結構最近めちゃめちゃ多いから、何のバナナ、誰とやる、誰とやるかな、みつきみつきでみてさんとやってみたい。狼とプライドって知ってる？どの曲だろう？それ知らんかも。うん。あ、ひなさとか、それはわかる。ひなさん、いいです。いいですね。食べるのはね、確かに。あ、15分経過したので終わります。ねえ、それはそう。ミスティーズナオさん、ありがとうございます。ピピピピピトマトさんできるよ。エレマンピさん、それでありがとうございます。
さくちゃんさん、ぜひありがとう。フィッツ、浦部さん、ありがとうございます。デイビッドさん、ぜひありがとう。セブン、ヤシティさん、ありがとうございます。セブン、エイズ、めでたいさん、ありがとうございます。ナイン、エイズ、まだ、ふーちゃん、今まだ、ふーちゃん、ロス中さん、あららら、ら、ノープのところにおいでなさいまし。ありがとう。テン、エイズ、メリーさん、ありがとうございます。イレブン、エイズ、カーコペニーさん、ぜひありがとう。テン、エイズ、ゆずきじさん、ぜひありがとうございます。ハギピさん、ぜひありがとう。ありがとう。どんなか添い寝配信ということでね、ありがとうございました。勧誘。あれみたいじゃん。勧誘って言うとマルチ商法。いやー。ほんと？実はね、眠かったので、そのまま配信しました。おやすみ。ではバイバイ、またね。ありがとう。See you。バイバイ。ちゃんと起きます。またね。ありがとう。バイバイ。